こんにちは。研究ニュースの早坂です。今週僕のおすすめの馬は、福島の日曜の7レースですね、アピアリングという馬なんですけども、気難しくて力を出せない馬っていますよね。そうした馬がこう力を出すには、割と有効なのが逃げるっていう手なんですけども、4走前はその形で逃げて、未勝利としてはメンバーの強いところで2着粘ってるんですよね。今回2600に距離を伸ばしてきて、そういう競馬を狙っていると思います。この馬の単勝を買ってみたいです。あとはですね、同じようなタイプの馬なんですけども、日曜の12レースのレンブラントっていう馬ですね。これもちょっと、ね、揉まれ弱い馬なんで、500万勝ってる馬なんですよ。今回はブリンカーで3キロ減で花に行って変わると思います。あとはメインレースのバーデンバーデンカップなんですけど、ちょっと荒れてきた芝でゴーイングパワーあたりを狙ってみたいと思います。この3頭の単勝は買ってみたいところです。ありがとうございます。